でも結局どういう人間に興味があるのっていうのが気になったあ、何だろうなんか私さあの、絵画教室行ってたんだけど、はい、そこでデッサンの授業というか、うん、あるのよ、うん、でその、うん、<coughs> 絵画教室って何人かがデッサンしてそれをうまい順に並べるんよえ結構シビア。結構シビアなのそう、うん、あの 4段ぐらい3段か4段ぐらい棚みたいなのがあって、うん、そこに「いい人は上」ま「あ、逆が下」みたいなねえじゃあ<い>10人いたとしたら、うん、10人分全員の順位がはっきり分かれるってことですかまあ343とかで並べられるあの1から10までっていうよりもその3段階みたいなあーはい <laughs> そう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 そでそう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  いいいじゃんこの人人人みたいな人がやっぱ1人とかいるわけよ <laughs> はい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 私それ授業終わったらめっちゃ話しかけに行ってた <laughs> 普段どういうもの見て描いてるんですかみたいなとかとかその絵の写真撮らせてくださいとかええー、向上心ゆえとかですかそ,その時はそうかもしれないなあ,あー そのミーハー心みたいなのも多分あると思うし。うんうん